国際線を使っていたら物流の不都合になる可能性が大きいが、今回国内線だったために運搬の不都合になったのではというふうにおっしゃっております。うん、ちょっと八代さんに説明してもらいたいんですけれども、はい、そもそもこの中国の刑法ですよね、うん、こちらなんですが。そうですね、中国の刑法ももちろん日本も同じですけども、まあ、覚醒剤が禁止薬物を密輸した。